そうです。なので今風速計を今作っております。風速計は結構で難しいんですか？できそうですか？風速計ね、めちゃくちゃ難しいんですよ、はい、多分ね、これどうやったらいいのかなっていうところがいっぱいあるんで、まだ当分かかります。まだ当分、はい、あの年内の予定で一応12月24日に向けて、またイブの日ですね。そうなんですよ、第3弾作るっていうのも、はい、ちょっと今年あてがわないとダメなんで、はい、転職の木はいいんですか？転職の木はその、まあ、1ヶ月ぐらいちょっと見とけばいいかなと。すごい、もう作り慣れてるじゃないですか。でも電飾の木でも1ヶ月かかるんですね、はい、ちなみに去年の電飾の木はお家にまだあるんですか？ありますよ。なんかこの辺りに置いておくと結構いい味出しそうじゃないですか？思いません？なんかこのスタジオが近未来になったので、この辺に電飾の木あっても馴染むと思うんですよ。相当みすぼらしいですよ、ここに。いや、いいと思うんですよね。あの去年のやつを、はい、じゃあ持ってきても、でもあの積極的には置かないです。あ、ちなみに今スタッフさんから来ました。これこちらですか？これ去年です。可愛いですよね。これ普通にここに置いても違和感ないですって、むしろ華やかになりますって。これね、はい、サンタさんもしっかり登っていて、あの赤い服着たおじさん。あ、サンタさんって言わないんですか？言わないです、私は。一応年中使えるのがコンセプトなので。あとちょっとツッコミどころたくさんあって、ちょっと一つずつ。え、シャンパンコップに入れてるんですか？そうですね、味噌汁とか飲む用のお茶碗に入れてたら、2年連続であれ使ったんですけどね、まあ、散々パラ去年もチャットにポロカス言われたんで、あれも今年なんとかしないとなーっていう。確かに味噌汁が入ってそうなお椀でしたもんね。色もね。あ、まだ届いてるんですね。これおととしですね。あ、おととし。でもおととしも可愛いですよね、普通に。おととしはあれおまけで電飾の木は作ったんですよね。はい、あれおととしはこのシャンパン飲むっていうのが宿題のメインだったんですよ、はい、これも松行さんに。お味噌汁に見えるんですけど。あ、そうそうそう、あの味噌汁とか、それ言われました。味噌汁、具のない味噌汁に見えますよね。 それをメインで、はい、あの電飾おまけだったんですけど。あ、そうだったんですか。去年はちょっと電飾も頑張ろうって思って。電飾の木がさらにパワーアップして。そうなんです、はい。山口さんの電飾の引きの方が勝てるんじゃないですか、もしかしたら今年この装飾品より。え、その説ありますよね。これだけ華やかなんですよ。スタジオの装飾負けそうな気が。さすがにあのプロの人差しの仕事。いや、でも絶対匹敵します。いや山口さんもプロですから匹敵するんじゃないですか。趣味ですが。いや ここまで来たらもうプロって言えます。